皆さんこんにちは、大河桜井です。そして松崎さんもです。シャロンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はね、はい、テンコイをシャロンさんにお願いしてるんですけども、はい、テンコイということで、はい、デュエプレやっていきたいと思います。お願いします。そして今回は僕がね、デッキ紹介をしていきたいと思います。お願いします。僕が紹介したいのはこちら、白緑ダイヤモンドブリザード。はい。いや、ダイヤモンドブリザードなんですよね、やっぱり。いや、そう、はい、ダイヤモンドブリザード強えなっていうことで、ちょっとコンセプト的にはダイヤモンドブリザードを倒したい。なるほど。はい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 。っていうことで、ダイヤモンドブリザード対だからミラーみたいなことになった時に、ちょっとそれで勝てるように組んでみました。自分はダイヤモンドブリザード使うけど、相手のダイヤモンドブリザードには勝ちたいなっていう思いでこれ組んでみて、はい、まあちょっとまずポイントはペトローバかな、まず、はい、2段最強カードその2 そのペトローバで、まあこれでスノーフェアリーを選択してプラス4000して打点で勝っていこう、確かに、っていうところが一つと、あとこのレミーラっていうカードがあって、これが水と自然のクリーチャー、自分のをブロッカーを得るということで、ブロッカーないんですよ基本的に、ダイヤモンドフェアリーって、そこをちょっと遅延させつつ、なるほど、自分の軍団、そのフェアリーの軍団が全員ブロッカーになることによって防御力も高めていくと高めていくっていう、ちょっとロマンあふれる感をね、まあでもね、入れて作ってみました。ペトローパによって相手のサイポより自分のサイポが強くなる。そうだからもう打ち崩せない壁。はいはいはい、はい、ダイヤモンドブリザードって結構除去がないことが多い気がするんで、まあそこと、あとホーリースパークがね、光なんで入るんで、発動できれば一気に、サイポより軍団倒せると。ペトローパで打点の上がった軍団でホーリースパークか。で倒したいなという気持ちで組んでみました。ちょっとね、まあ、枚数とかはね、まだ調整するところかなと思いますが、はい、ちょっとこれでやっていきたいと思います。お願いします。さあ、ということで先行でのスタートとなりました。はい、オープニングハンドは、お、ペトローバも入ってきた、ペトローバ入ってきた。これね、結構光があることにちょっと難しくて、普通のダイヤモンドフェアリーっぽく殴りに行くのも個人的にありなのかなと思ってるんですよね、はい、手札によっては、いろんなゲームプランが取られると。そうなんですよね。ブロッカー完封もあるけど、普通に殴りに行くことも問題なくできると、はい、で光が結構後ろの方に寄ってるんで、最初ちょっとスノーフェアリーというか、まあダイヤモンドブリザードだよっていう感を出す。なるほど。バレないように隠して感を出してみる。おサーファー、まだ分かんないですね、何もね。いや、これは隠せない。もう隠せない。ただね、ホーリースパークだけタッチしてるっていうのもありますからね。そう、このね、シルトリガーだけ入れてるっていうのはあるんで、サイポヨピート、サイポヨ出して、これね、殴るかどうか、まあこいつ戻っちゃうからね。そう、ポルモンもね、戻っちゃうんですけど、ちょっと一旦殴りましょう。ただ戻ることもね、一応メリットでもありますよね。そうですね、次のターンとかに倒されないとか。確かに確かに。これこれはちょっとね、なかなかいきなり引いちゃいましたね。まあ序盤だからね。まあまあまだ、まあ、このデッキの恐ろしいのは、こうやって墓地に送られても、そうなんですよね、無限再生、無限再生するというところなんで、なのでダイヤモンドブリザードは引きたい。ブラッティング、ちょっとこれで遅れそうな感じがしますね、展開が。もう速攻展開は、ね、ちょっと厳しいかなって感じなので、まあ一旦出しますけど、このポレゴン一番のクリーチャーの中でもだいぶ強いですよね。2000なんでね、普通に置いといて、しかも帰ってくる条件がシールドブレイクなんで、単純に殴り返しとかに使っちゃえば手札に帰ってこない2000打点っていうね。そうですね、事故ってる、事故ってますね。まあまあまあいいでしょう。相手水闇デッキなんで、ペトローが着地さえしちゃえば結構倒す手段少ないデッキタイプですよね。さあ、アクアン入れるってことは、アクアン、ああこれはホーリースパーク、ホーリースパーク、おお、まあまあまあ救われました、救われました。あ、まあこれはめっちゃ引く。スノーフェアリーがでもマナゾーンに行くのはね、まあ別にいいんで、これで一旦ね、あとはあとはダイヤモンドブリザード引いて、レミーラ引いて、横並べと、横並べと、まあダイヤモンドブリザードとりあえず引きたいかな。うん、これ攻撃しちゃうとね、戻るんで、
半です。半ですがね、そう、これはもう手札ない状態の方がいいかなと思いますね。これ飛車を B としてほしいですね。相手ウエスタンバレルが入ってこれ結構半ですに寄ってる気がしますね。がっつり半ですする気満々という、うん、あこれね、あの診断のデリマーシャルですかね。攻撃、おこれは違うんですよ、これペタローバじゃん。ペタローバ出しとこっかな、一応もう相手の手札にね、デビルマーシャルが加わってますからね、ハンドはなくしておきたいですね。どんどん強くなるよ、うん、これちょっとね、ダイヤモンドブリザードっぽくない、よくわかんない1万が1万、ね、これブリザード来ればね、展開がまたできるんで、トップにはブリザード1枚でそうかなり変大変なことになる。ペトローバとの相性めっちゃいいですね、スノーフェアリーね。結構あのこんなに光入れなくても、レミーラとか入れなくても、ホーリースパークとペトローバだけっていうパターンもあるのかなと思いますね、デッキの構成としては、うんうんうん、ハンド差を、ハンド差ね、覆したいですね。相手はもうおそらくハンデスカードが結構手札にあるんじゃないかな、うんうんうん、こっち手札がないんで、そうですね、使えないと。しかもペトローバには、まあ、除去とかがね効かない、いや、まあそうだ、選択できないですからね。ああそうですね、飛行、まあ、デビルストリーヤー種族ゴーストなんで、先ほどアクアンで加わったデビルマーシャルの進化元になる、うん、おワンドロー来た。ちょっとワンドローできるんですけど、ワンドローしてダイヤモンド、まあ、まあ、でもサンペアリーがね墓地に送られる分には、うん、いいでしょう。あーこれですね、これはこれがハンデスされると嫌だったなっていう、ね、しかもねデビルマーシャル来ますよおそらく。この次のターン、次のターン来そうですよね。ブロッカーいるからあれだけど、まあ、ただあれブロックしてもあきちゃう。これはだから巡り合わせが良くない。巡り合わせですねこれは完全に、うん、ああこれはそうですね、このじゃあ見せれると思うんですけど、これまだねスノーフェアリー1体しかいないから1万のブロッカーでも、ね、1万のブロッカーでもこれ攻撃しにくくなったっていう。そうですね、デビルマーシャルが6000のダブルブレイカーなんで、はい、まあ、これレミーレ引いてなかったら、まあ、そのままダブルブレイク通されてしまうような状況だったんですが、うん、1万のブロッカー、1万のブロッカーというね1体しかスノーフェアリーいねえけど、うん、まあ、これ本来はそのダイヤモンドブリザードを想定してるんですけど、うんうんうん、まあ、これもありっちゃありかな。エミーラどうしようかな、マナ量もいいけど、まあ6マナで何をするかっていう感じですかね、うん、ナチュラルトラップとか、うん、ホーリースパーク打てるのか。ホーリースパーク打てるのはいいですけど、でかいですね、確かに。一旦レミーラもね、レミーラは普通に除去されちゃうんで、デーモンハンドとかあれば。確かにそこがちょっと嫌ではあります。ちょっと出しちゃいますわ、うんうん、一体は除去されても、そうですね、一番な一番は突破できないと。何デッキか分かんないですねこれも、うん、これ何光なのかっていう前光になっちゃう。あこれですね、デビルマーシャル。自分のクリーチャー、これ自分も含むんですよね、そのデビルマーシャル。そうです、これはいらないこれはいらない、ちょっとね、これちょっとね、1,2,3,4,5 枚もあるんだ ね、 なんですよね。次のターンポレゴンがデーモンハンドで除去されながら攻撃され始めると結構強いかな。そうですね、これうーん、まあ一旦攻撃をし始めるか。ちょっとねダイヤモンドブリザード全然来ないんで、うん、ブラッティアリングはね、4000のブロッカーといえど、あのバトルを行ったら破壊されるクリーチャーということで ね、結構こっちからレミーラで殴りに行く、一回レミーラで殴りますね。まあこれ多分ブロック しないパターンもあるのかな、相手の手札がね、ちょっと補充したいっていうのがあれば、これ意図がちょっと読めるかなっていうところもありますね。結構迷ってブロック、ブロック、しかしこれで道が開いた、開いて1,2,3,4点入れられるけど、けどもペトローバーね、シールドトリガー効かないんで、これミイラと、うーん、ちょっと殴ります。レミイラは突撃、レミイラ突撃、ここは突撃しても良さそう。
ちょっと圧をかけて、まあ、次のターンにねリーサルを狙える範囲まで進めたいですね、うんうん、これでこっち、まあ、全部残れば4体、うんうんうん、ペトローかな、まあ、でも相手そんな打点ないんでそもそも他がちょっとこれいってみます。ペトローは1体は取られるかもしれないけど1体ぐらいならまあ許容、うん、おまあまあこれはね逆に相手が1体しか展開できなくなったんだこれで、もしシャドウムーンが入ってた場合、あ相当きついっすね、きついですね、シャドウムーン、ただまだ見えてないんで、見えてないですね。さあ相手も悩んでる、ロストソウル急に追い込まれてますからねスノーフェアリーじゃないって感じだったしただの光のクリーチャーにね、ただただペトローバッツ、本来はこのなんていうんですか、そのレミーラでブロッカーがどんどん増えていくみたいな展開を、うん、さあさあこれね、まあピカリエでしょうね、打点はね攻めてるんで残したいですもんね、硬、うん、いなアポレモン1体だけでもこのあーこれかマジか、シャドウムーン入ってましたね、まあ、でもでもギリ耐えるか、取れないもんね、だってペトローバね、あーなるほど、あこれを倒されちゃうと、でもこれ そもそもブロックできなくなるから結局、うんうん、ブロックして良さそうな、これは厳しいな、そうなる、そうなると1、そっかそっか、なるほどね、いやでもこっち2体残るんじゃない、そうですね、ポレゴンが一応アタックできるんで、うんうん、まあペトローバが結局、うんうん、止まらないんで、そうですね、もしホームスパークなどが入っていたらね、うんうん、ここでまあもう決めに行きたいですね、決めに行きたい、これは普通に行きたいな、うん、っていうかもう敵これペトローバに選択できないんで、ほぼほぼ、はい、ほぼほぼ水と闇っていうね、うん、文明は、うんうん、ペトローバーすごい触りづらいですからね、ああそうですね、ありがとうございますということで、ちょっとあの展開は違ったんですけど勝ちましたこういうゲームプランもある、ね、そうですね、はい、ということで再び後攻となりました、後攻、はい、でスタートしていきました、クリスタルパラビンマットを使っています髪も青いですね、これはもう水分を、あー水だね、いやしかも手札の事故り方ね、まあ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 、まあ、まだね、なんかスノーフェアリーを全然引かない、ね、ちょっとねその対策すんなって言われてんだかもしれないデッキにお前使ってるんだから対策すんなっていうね、シャーミリアこれねエモいなあ、エモいカードいっぱいおさっきましたクリエイティブ7のカード、レミーラねレミーラ見せるか、確かにレミーラはそんなに見せたくないんですよね、うん、本当は見せたくないんですけど、あのチャミリアはあのほんこれダイヤモンドブリザード引けないと展開しにくいんで、うんうん、でドローソースもそんなに多くないので最悪、うんうん、あのタップスキル使ってダイヤモンドブリザードを引きに行くっていう、なるほどなるほど、ようですね、タップスキルはね相手から攻撃されてしまうのがあの、うん、弱いんですけど、このデッキだとねブロッカーがにできるん で、 そうなんですよ、ね、まあ、チャミリアを守るっていうね、うん、こともできる、こともできる、まあ一旦ブリザードいないですけど展開していきます、でも かなり安定剤になります、なりそうですね、キーカード引いてこれる、そうですね、でやっぱラグがあるっていうのもねちょっと、これはアストラがない、ないと、そしてサヤポヨが来るけど、チャミリア行きたいところか、チャミリア行きたいっすねこれはね、ちょっとスパークまさにチャミリア行って生き残ったら次のターンレミーラからのペトローバー、ブロッカーを立てつつタップスキルで、そうなんです、うん、これもう見せれるかもしれない、アドバンテージを稼ぐチャミリアプラン、うん、であの別にペトローバーでも全然ねいいんで、引け、あの探索、これやばいです、あこれは結構ちょっと強いですね、これは強い、おさあこれがペトローバなんですね、ペトローバ引いた、ペトローバ引いた、これはまた話変わってきますよね、あるな、あるよ、ペトローこれ一回ペトローバで打点確保っていうのも結構ある、うん
気はしている、うん、まあ、もはやトップスキルじゃなくて殴ってもいいレベル、ね、もうだってダイヤモンドブリザード以外は欲しいカード来ましたもんね。そうなんですよ。しかもこれ探索なんでダイヤモンドブリザード来るかって言われるとそうじゃないっていうね、うん、まあ、確定じゃない、確定じゃないんで、サエポイを入れてちょっとペトローバからいきますね、うんうん、さあこれスノーフェアリーが巨大か、これは強いと思うよ。ペトローバのこの種族デッキの強さ、うん、敵光があるんでホーリースパークはあるっちゃあるかな一応。まあでも最悪なのはホーリースパークめくれて相手の手からペトローバが出てきてこっちのペトローバが出てしまうと確かに全滅することになりますね。そうですね。ただもうここちょっと殴っていきます、うん、もうちょっとねこれでねマーチンスプライトのちょっとバリ下がるから、うん、はいはいはい、おーおー、がなくじゃない、ちょいいよ、ただスパークじゃなければ泣ければ、おお、やめてくれ、おわまだまだまだ言われてたやつね、ま、しかしシールド割りまくった結果、まあ、ここでペトローバ来なければ、まあ、一番最後だったのはまあまあまあ、うんうんうん、悪くない、ペトローバじゃなければいい、ここペトローバー、あー危ない危ない、よかったです、ペトローバ取られなさそうですね、取られなさそうですね、これはもう一方的に蹂躙できる可能性、これシールド来んのかな、来たら、あ、来ない、あ、サエポヨ、サエポヨ入れてもいいけど、うんうん、探索できそうだし、入れてまあ、レミーラ出してこれがブロッカーになるなるけども、勝つもあるからな、一応ブロッカーに入れるとシールド2枚だからこのターンに勝つことはできないですよ ね、 すね、一応じゃあもうタップスキルで、うん、あのダイヤモンドブリザード見せたいっていうのもあるんですけど、ちょっとここは探しに行く、探しに行きます。さあ来た、来ました、ダイヤモンドブリザード、これよこれよ、タップスキル強いな、で攻撃するかどうか、でもワッと期待かな、一応まあブロックされるとしても、うん、もう1枚ホーリースパーク来なければ、まあ、ホーリースパークがあると結局1枚残ってるとワンチャンあるっていうのがやっぱ嫌なので、個人的には0枚にしとこう、0枚にしたい、とりあえず、まあ、ペトローバで殴らなければね、うん、うん、そうですね、最悪ホーリースパーク食らうは、ブロックしてきた、ブロックですね、でこれ、これは殴らずいきます。さあこちらはペトローバはね基本攻撃しない方がいいのかなって個人的には思っていて、うん、取られる可能性もあるので、そうですね、ああ、これまだ手札を補強するのかな、アスラルリーフとか、このターンは負けなそうですよね、負けなそうですね、まあそうですね、アスラルリーフ3000なんでペトローバが止まらない、うん、これブロッカーこっち5体だからこのターンにね殴り切られることはなさそうですね、うんうんうん、そしてブロッカーが3体でシールドが1枚、殴りの打点が5体なので、ああそこでも引くと、お、まあ、あれがホーリースパークでなければっていう、うんうんうん、なお、お前そこに眠っていたのか結構でよく逆に探索引いたな、これホーリースパークされると結局ブロッカーの意味をなさないんで、うん、僕が残りはないですね、ないですね、まあ、ただねそんなに多くはないっていうのもありますけど、結局あれがホーリースパークかどうかっていうっていう勝負になってしまったんですけど、まあここで一応まあどういうことをやりたいかっていうのを見せまし、うんうん、ああホーリースパークも死んないのに手札にもうしこたまホーリースパークがあったのかもしれないですねはい、はいはい、ということでね、白緑ダイヤモンドブリザードなんですけど、はい、まあ、最後の試合はあそこでダイヤモンドブリザード展開して、うん、まあ、いつものやつでこう横並びにさせて、しかもブロッカーでペトローバで強化されてますみたいのをやりたかったって感じですね。でもレミーラペトローバの組み合わせいいですね。いいですね、うん、なんかかなりねいろんなねそのさっきの話した作戦があっていいですよね、うんうん、結構一直線というかアグロだったらアグロとかじゃなくて手札によって作戦を変えていけるっていうのがちょっといいところなのかなと思いましたね。はい、はい、ということで皆さんもぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。